クリスティアーノ・ロナウド・ドス・サントス・アベイロは、ポルトガル・フンシャル出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポルトガル代表。ポジションはフォワード。相性は CR7、ロニー。日本のメディアからはクリロナ、またはシーロナとも呼ばれる。テレビやスポーツ誌の多くは、ロナウドと表記されているが、読売新聞や朝日新聞など一般誌では、 ロナルド表記が用いられている。サッカー関係者から、しばしば世界最高の選手と評されるプレイヤー。サッカー史上最多得点記録保持者。3連覇を含めて、UEFA チャンピオンズリーグを5度制覇し、ヨーロピアンカップからの大会名変更後では、歴代最多の優勝回数を経験している。イングランドプレミアリーグで3度、スペインプリメイラディビションで2度。 イタリアセリエ A でも2度優勝し、欧州3大リーグで優勝した、史上初の選手となった。またそのすべてで最優秀選手と得点王を獲得し、リーグ戦、カップ戦、スーパーカップで優勝した、歴史上唯一の選手。UEFA チャンピオンズリーグで7度得点王を獲得し、バロンドールを5度受賞するなど数々の栄誉を手にした。また、レアルマドリードの通算最多得点記録、 プレミアリーグのシーズン最多得点記録、UEFA チャンピオンズリーグの通算最多得点記録、同シーズン最多得点記録などで数々の記録を打ち立てている。ポルトガル代表では首相を務めており、同国代表の歴代最多出場記録、欧州国家における代表最多得点記録の保持者であるとともに、UEFA 欧州選手権の通算最多出場、 最多得点記録保持者でもある。UEFA ユーロ2016では、首相として、ポルトガルを主要な国際大会初優勝に導いた。1985年2月5日、大西洋に浮かぶポルトガルのマデイラ島最大の町、フンシャルに自治体の庭師ジョゼギニス・アベイロと調理し、マリアドロレス・ドス・サントス・アベイロの間、三男児女の罰子として出生。複合名の第二要素の、ロナウドは、 父ディニスのお気に入りの俳優であったローナルド・レーガン、元アメリカ合衆国大統領にちなむ。ロナルドのヒーバーはローザ・イザベル・ダ・ピエダでは、カーボベルデ出身のムラートで白人のジョゼア・アベイロと結婚し、息子のウンベルトがフィロメーナと結婚し6人の子を設け、その中の1人がロナルドの父ディニスだった。ロナルドは8分の1カーボベルデ人ということになる。 ディニスはかつてポルトガルの植民地戦争に参加しており、その後遺症からアルコール依存症となっていた。母マリアはそれに苦しんでおり、ロナウドを妊娠している時に人工中絶を考えていたと明かしている。ディニスは公務員として働く傍ら、地元の CF アンドリーニャというサッカークラブの管理を手伝っており、またいとこのニューのもアンドリーニャでプレーしていたことから、 ロナウドはこのクラブで6歳の時にサッカーを始める。サッカーを始めた当初は、センターバックであったが、徐々にポジションを上げ FW としてプレーするようになった。幼い頃から才能に恵まれていたが、チームが負けると、悔しさから泣いたりし、泣き虫のあだ名をつけられていた。また、子供の頃に目標だったポルトガル代表の選手として、ルイス・フィーゴ、マヌエル・ルイコスタ、フェルナンド・コートを挙げている。 4年後の1995年に、アンドリーニャに在籍していた人物が運営する CD ナショナルに入団。1997年の復活祭の休みを利用し、祖父に連れられて、スポルティング CP のトライアルを受けた。好きなチームは、スポルティングのライバルである SL ベンフィカであったが、スポルティングのファンであった母親に説得されて、ユースに入団し、母親と共に、リスボンへ移住。 スポルティングのユース入団に際し、スポルティングはナショナルに対して2万5千ユーロの遺跡金を支払った。スポルティング CP、スポルティング CP 入団後は急成長を見せて、ユースを駆け上がり、スポルティングの歴史で初めてとなる1シーズンで U-16、U-17、U-18、B チーム、トップチームで試合に出場した選手となった。 2002年10月7日のモレイレンセ戦で初先発を果たすと、クラブ史上最年少ゴールを含む2得点を奪った。しかしその後、すぐさまリスボンを離れることになる。マンチェスターユナイテッド2003年8月に行われたマンチェスターユナイテッドとの親善試合後、そのセンスに活目したアレックス・ファーガソンがロナウドを呼び出して雑談を交わした。ロンドンに帰国する機内で、 所属選手らに獲得すべきか問ったところ、ロイキーンやルートファンミステルロイラがファーガソンに直接獲得を進めるなどした。マンチェスターユナイテッドでアシスタントコーチを務めていたカルロスケイロスは、ロナウドがデビューした時から注目しており、ロナウドの獲得をいち早くファーガソン監督に進言していた。ロナウド獲得には当時リバプールやアーセナルも積極的に動いており、 2002年11月にアーセン・ベンゲルとスタッフからアーセナルの練習グラウンドに招かれたほかリバプールに移籍することは夢であると語るなどしていたがプレミアリーグ2003から04シーズン開幕3日前の8月10日に10代の選手への移籍金としては当時イングランド史上最高額の1224万ポンド5年契約でマンチェスターユナイテッドへ移籍した移籍当初は スポルティング CP で付けていた28番を望んでいたがデビット・ベッカムがレアル・マドリードへ移籍したことで空いた7番の着用をファーガソン監督から言い渡された。プレミアリーグ2003から04シーズンオールド・トラフ,フ・コードにボルトンを迎えての開幕戦に控えとしてメンバー入りし後半16分からの途中出場でプレミアデビュー。デビュー戦をクラブのレジェンドである ジョージ・ベストは、間違いなく最もエキサイティングなデビューと称賛した。以後、比較的先発で出場することが多くなるが、控えと先発を行き来するような状態で、ファーガソンがうまく振り分けて、成長を促していたとされる。また、2005年10月29日のミドルズブラ戦では、クラブのプレミアリーグ通算戦ゴール目となる、メモリアルゴールを決めた。 2006年2006から07シーズンは17ゴール14アシストとともに自己最多を記録しチームの優勝に貢献。自身も1977年のアンディグレイ以来30年ぶり、史上2人目となるピーフ年間最優秀選手賞と FWA 年間最優秀選手賞をダブル受賞した。ファンの投票による年間最優秀選手賞にも選ばれ、 史上初の三冠達成を果たした。また、2006年11月、12月に、プレミアリーグ月間 MVP を2ヶ月連続で受賞。ロビー・ファウラーとデニス・ベルカンプに続くプレミア史上10年ぶり3人目の、外挙となった。バロンドールの投票では過去に次ぐ2位となった。2007から08シーズンは、開幕から驚異的な、速さでゴールを量産し、公式戦。 通算42得点を記録した。リーグでは31得点で得点王となり、チームのリーグに連覇に欠かせない存在であった。ピーフ年間最優秀選手賞と FWA 年間最優秀選手賞にシーズン連続で受賞。2008年3月19日のタイボルトン戦では初めてキャプテンマークを巻いて出場した。2007から08シーズンの UEFA。 チャンピオンズリーグでも8得点を挙げて得点を王を受賞。マンチェスターユナイテッドの9シーズンぶり3回目のチャンピオンズリーグ優勝の立役者となった。2008年5月21日に行われた決勝戦では、チェルシーから先制ゴールを奪うも、チェルシーもフランクランパードが同点ゴールを決めて反撃。延長戦でも決着がつかず、PK 戦となり、 ロナウドは3人目のキッカーを務めるも、ペトル・チェフにコースを読み切られて失敗。しかし、チェルシーも5人目のキッカーのジョン・テリーが雨でぬかるんだ、ピッチに足を滑らせて、痛恨のミスキックで失敗し、その後、エトビンファン、デルサールが、ニコラアネルカのキックをセーブし、マンチェスター・ユナイテッドの勝利が決定した。これらの活躍により、この年のバロンドールとフィファ最優秀選手賞を、 ダブル受賞した。2009年2008年夏、かねてより、ロナウド獲得を目指していたレアルマドリードが、移籍成立は時間の問題とメディアを通じてアピールしたことにより、ロナウドをめぐる移籍騒動が勃発。正式なオファーを出さないまま一方的な発表を行ったことに対して、マンチェスターユナイテッド側が猛反発し、法的手段も辞さない構えを見せるなど話が大きくなる。 ロナウド自身はこの騒動に関し公家には沈黙を守っていたが子供の頃からの憧れのクラブであるレアル・マドリードへの遺跡が実現するかもしれないと気持ちが傾いていたことを残留宣言の中で認めている。最終的にファーガソン監督と話し合った結果ロナウドは残留を決意しマンチェスター・ユナイテッド公式ホームページに残留宣言が掲載された。その中で 今回の遺跡騒動については自分に責任があるとしている。2008年11月15日のストークシティ戦ではフリーキックからクラブ100得点目を記録した。ちなみに同じ試合で再びフリーキックから101得点目も記録している。2009年4月15日のポルト戦で決めた約40ヤードのミドルシュートはその年最も美しかったゴールに送られるプスカ首相を受賞した。 2009年夏には移籍を希望し、マンチェスターユナイテッドも、レアルマドリードとの移籍交渉を許可した。レアルマドリード2010年、フロレンティーノ・ペレスが2度目の会長就任を果たした。レアルマドリードは、ラトバルセロナを目標に掲げ、6月11日に、ジネディーヌ時代の記録を上回る、当時のサッカー界史上最高額の8000万ポンドの移籍金で、ロナウドを獲得した。 この年のレアルマドリードは、ロナウド以外にもバロンドール受賞経験者のカカや、リーグアンのオリンピックリオンの若きエース、カリム・ベンゼマなどの選手を獲得した。7月6日、レアルマドリードの本拠地サンキアゴ・ベルナベルで入団発表が行われ、背番号は9番と発表された。入団発表には、約10万人のファンが集まった。1984年に、 SSC ナポリに加入したディエゴ・マラドーラの7万5千人を抜き、史上最多の人数が詰めかけたお披露目式となった。また、ロナウドのユニフォームは、マドリード市内だけで120万枚を売り上げ、高額内積金を地元のユニフォーム売り上げのみで回収した。7月21日のシャムロック・ローバーアッツ FC 戦でデビュー。翌週のルドジュー・キト戦では PK から初得点を挙げた。 8月29日のデポルティー・ボラ・コルーニャ戦でリーガー・エスパニョーラデビューを飾ると PK で初得点も決めた。遺跡初年度は怪我で出遅れたにもかかわらずリーグ3位の26得点を記録。UEFA チャンピオンズリーグではチームはベスト16に終わったものの自身は6試合で7ゴールを挙げ得点ランキングで試合数が少ないにもかかわらずに痛いとなった。10月には 足首の怪我により、クラブでの試合の他ハンガリー代表との試合にも出場できなかった。その怪我は魔術師の呪術によるものであるとの報道も流れた。翌年は、キャプテンであるラウル・ゴンサレスのブンデスリーガシャルケレイ4への遺跡により念願であった背番号7を背負うことになった。ポジションも中央から左ウィングに移って毎シーズンを上回るペースで得点を量産。 10月22日のラシン・サンタンデール戦では、キャリア初の1試合4得点を記録し、その月は13得点を挙げて、自身の月間最多得点記録も更新した。その後も、レアル・マドリードで、驚異的なペースで得点を量産し、クラブ史上最速での通算50得点を記録した。FC バルセロナとのコパデルレー決勝では、0から0で迎えた。 延長前半にアンヘルギマリアのクロスからヘリングで決勝ゴールを奪い自身が勝負弱いという批判を一周するとともにレアル・マドリードにとって18年ぶりとなる国王杯優勝へ導いた5月10日のヘタフェ c F 戦ではリーガー史上初となるシーズン6度目のハットトリックを達成シーズンの全大会での総得点数を47とし1959から 60シーズンにフェレンツ・プスカシュが記録したクラブ記録を更新した。最終節の UDR メリア戦でも2得点を挙げ、リーガ通算40得点とし、1950から51シーズンのテルモサラ、1989から90シーズンのウーゴ・サンチェスの38得点を破る、リーガシーズン最多得点記録を更新して、リーガ得点王に輝いた。 2012年2012年2月12日のレバンテ UD 戦でハットトリックを記録。サンティアゴベルナベウでの通算4000点目でもあった3点目のミドルシュートは多くのメディアから称賛された。3月24日のレアルソシエダ戦で2得点を挙げ、史上最速となる通算92試合目の出場でリーガ通算100得点を記録した。それまでの最速記録は フェレンツ・プスカシュの105試合であり、ロナウドは13試合と大幅に記録を更新したことになった。また、シーズン通算100試合目の出場となった5月5日のグラナダ CF 戦で得点し、リーが通算100試合の出場で111得点とし、これまでの記録であったプスカシュの97得点を大幅に塗り替えた。2011から12シーズンは、 昨シーズンを超えるリーガ46得点、シーズン60得点を記録。得点王こそ、リオネルメッシに譲ったものの、レアルマドリードのリーガ史上初となる勝ち点100での優勝に大きく貢献した。また、リーガではプリメイラディビシオンに参加している、レアルマドリード以外の19クラブすべてからゴールを挙げた。2012年9月2日のグラナダ CF 戦では、 同シーズンのリーグ初得点を含む2得点を挙げて、第3節にして、リーグ初勝利に貢献した。また、1点目は、国内リーグにおけるキャリア通算200得点目となり、2点目は、レアルマドリード通算150得点目となった。しかしロナウドは、2得点を挙げたにもかかわらず自らの、ゴールを祝福しなかった。試合後に、悲しい気持ちの時はゴールを決めても喜ばないと語り、 発言の真意について様々な憶測を読んで話題となった。10月7日のエルクラシコで2得点を挙げ、エルクラシコで史上初となる6試合連続ゴールを記録すると同時に、レアルマドリードの選手として、カンプノーで2得点を挙げた10人目の選手となった。チャンピオンズリーグでは、チームは準決勝で敗退したものの、ロナウドは12得点を挙げ大会得点王に輝いた。 2013年は、レアルマドリードと母国ポルトガル代表で、自身最多となる合計69得点を挙げ、2014年1月13日に、メッシ、フランクリベリーを抑え5年ぶり2度目のバロンドールを受賞した。同賞が、フィファバロンドールとなってからは、メッシ以外で初の受賞者で、また1年を通して、レアルマドリードで活躍した選手としては、アルフレッド・ディステファノ、 レーモンコパに次ぐ3人目の受賞者となった。受賞式では涙を浮かべながら言葉にできないという喜びを語り、チームメイトや家族への感謝を述べた。また、この年のバロンドールは期限までに十分な票が集まらなかったため異例の投票期間延長が行われており、これに対しては批判の声も上がっている。2013から14シーズンのチャンピオンズリーグ。 グループリーグでは9得点を挙げ、フィリッポ・インザーギ、エルナン・クレスポ、ルート・ファン・ニステル・ローイラの持つグループリーグにおける最多得点記録を更新した。決勝トーナメントでもその勢いは衰えを見せず、合計17得点と1大会における最多得点記録を更新して、チャンピオンズリーグ制覇に貢献した。リーグ戦においても31得点を挙げて2度目のリーガ得点王になり、 プレミアリーグで31得点を記録したルイス、スアレスと共に自身3度目となるヨーロッパゴールデン州を獲得した。また、マヌエルノイヤー、アリエン・ロッペンを抑えて2014年の UEFA 欧州最優秀選手賞も受賞した。レアル・マドリードにおけるカリム・ベンゼマ、ガレス・ベールとの3トップは BBC と呼ばれた。2014年8月13日。 セビージャ FC との UEFA スーパーカップでは2得点を挙げ、自身初となる同タイトルを獲得した。2014から15シーズンのリーガ第14節、セルタデビュー5戦では、ディステファのテルモサラを超えて、リーガ史上最多となる23度目のハットトリックを記録した。2015年ヨーロッパ王者として出場した FIFA クラブワールドカップ2014では、 無得点に終わったものの、クルス・アスル戦でにアシストをするなどレアル・マドリードの優勝に貢献し、大会のシルバーボールを受賞した。2015年1月には2年連続となるフィファ、バロンドールを受賞した。同年4月5日行われたグラナダ CF 戦では8分間でハットトリックを達成するなど5得点を挙げ、レアル・マドリードでの通算300得点を記録する。 5月24日のリーグ最終戦では、前半34分に PK を決め2試合連続となるハットトリックを記録。後半13分にマルティン・グデゴールとの交代により退き、48得点でシーズンを終える。リーグ戦35試合で48得点を記録し、2シーズン連続となるリーグが得点王となった。UEFA チャンピオンズリーグでは、 チームは準決勝で敗退するも、自身は3シーズン連続となる、得点王となった。2015年9月12日のエスパニョール戦で5得点を記録したことで、リーガ通算得点数を231得点とし、ラウル・ゴンサレスの228得点を抜き、クラブ歴代1位に立った。その後、9月30日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ、 丸目 FF 戦で2得点を決めたことにより、キャリア通算500得点を超え、レアルマドリード通算得点でも、ラウルの持つクラブ最多得点記録に並んだ。12月8日の UEFA チャンピオンズリーグ、丸目 FF 戦でも4得点を挙げ、UEFA チャンピオンズリーグのグループステージ史上最多となる11得点を記録した。同月15日、 UEFA チャンピオンズリーググループステージのベストイレブンに選出された。2015から16シーズンのロナウド2016年3月5日のセルタデビュー5戦では通算250得点をリーガー史上最速で記録した。4月9日のエヴァル戦で今季リーガー通算30得点目を記録し、史上初の6シーズン連続30得点を記録する。 チャンピオンズリーグ準々決勝セカンド、レグの VFL ボルフスブルク戦で、今季6度目、通算40度目の、同大会史上初となる1大会で3度の、リオネルメッシュと並び最多記録となる同大会通算5度目の、ハットトリックを記録した。アトレティコマドリードとのチャンピオンズリーグ決勝では、PK 戦で5人目のキッカーを務めた。 2016年11月19日のアトレティコマドリード戦でハットトリックを記録。同試合でダービーマッチ通算18ゴールとしティステファノの持つダービーマッチにおける最多得点記録を更新した。12月12日には2年ぶり4度目のバロンドール受賞が決まった。同月に行われた FIFA フフクラブワールドカップ2016準決勝の クラブアメリカ戦では後半アディショナルタイムにゴールを決め、鹿島アントラーズとの決勝戦では、ハットトリックを記録。同大会のゴールデンボールに選出されている。12月、中国のサッカークラブから年俸125億円、遺跡金375億円、合計500億円で遺跡オファーが届いたが、お金だけが全てではないという理由でこの遺跡オファーを、 断った2017年4月12日、チャンピオンズリーグ準々決勝ファースト、レグのバイエルミュンヘン編戦では2得点を記録し、欧州サッカー連盟主催クラブ大会では、史上初の通算100得点に到達した。セカンドレグでは、ハットトリックを記録し、チャンピオンズリーグ通算100得点を記録した。5月2日に行われた、準決勝ファースト、 レグのアトレティコ・マドリード戦でも3得点を記録し、チャンピオンズリーグでは、史上2人目、同決勝トーナメントでは、史上初の2試合連続ハットトリックを記録した。ユベントス FC との決勝戦では先制ゴールを含む2得点を、奪い、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。なお、決勝戦での1得点目は、レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ通算500得点目であり、 二得点目は、ロナウドにとって、キャリア通算600得点目となった。2017年8月13日に行われた、スペインスーパーカップのバルセロナ戦のファーストレグでは80分に、勝ち越しのゴールを決めるも82分にはシミュレーションを、取られこの試合2枚目のイエローカードを提示され、退場処分となった。24日には2期、連続3度目となる、欧州最優秀選手に選出された。 2017年12月にアブダビで行われたフィファクラブワールドカップではあるジャジーラクラブとの準決勝で試合唯一となるゴールを奪った決勝となる南米代表のグレミオとの一戦でも後半8分に自らのフリーキックから先制するとこの得点が決勝点となりチームは大会史上初の2連覇を成し遂げたこれにより クラブワールドカップでの総得点数を7としたロナウドは大会最多得点記録を更新した UEFA チャンピオンズリーグ2017から18決勝2017から18シーズンは先日のスーパーカップでの退場により4試合の出場停止処分が課されリーガでのシーズン初ゴールは第8節のヘタフェセントスロースタートになったがチャンピオンズリーグでは得点を量産 ユベントスとの準々決勝ファースト、レグまで9試合連続で得点を挙げ、前年度決勝の得点と合わせ CL 史上初となる10試合連続ゴールを達成した。特にユベントス戦で挙げた2得点目のオーバーヘッドシュートは、敵地アリアンツスタジアムのユベントスのサポーターからも、スタンディングオベーションを浴び、ヨーロッパ各国のメディアも、キャプテン翼の大空翼に例えるなど絶賛した。 ロナウド自身も、間違いなく自分のゴールの中で最も美しい。と持参するとともに、拍手を送った、ユベントスサポーターに感謝を示した。2018年7月10日、レアル・マドリードは、ロナウドが示した意思と要望に基づき、ユベントス FC への移籍で合意したことを発表した。対談理由についてはたびたび、会長のフロレンティーノ・ペレストの不仲が報じられていたが、後に、 それが事実だと認めた上で、ペレス会長からの敬意の欠如を挙げている。その後、レアルマドリード側の招待を受け、2020年3月1日に行われたエルクラシコの観戦に駆けつけており、一時期より緊張状態は緩和されていると報じられた。それでもレアルマドリードに在籍した9年間、438試合で451ゴールを決め、 レアルマドリードの歴代最多得点選手となった。プリメーラディビシオーンでは合計311得点を挙げ、メッシに次ぐプリメーラ歴代2位の得点記録、歴代得点ランキング上位10選手では唯一となる1試合1得点を超える得点率を記録した選手となった。合計16のタイトルを獲得し、その中には3連覇を含め5シーズンでチャンピオンズリーグを4回優勝した。 個人としては、レアルマドリードの選手として、バロンドールを4回、ザベスト最優秀選手賞を2回、ゴールデン州を3回受賞した。ユベントス2018年7月10日、ユベントス FC の会長であるアンドレア・アニエルリが、ロナウドがオフを過ごすギリシャまで交渉に向かっていることが、報道された。その報道から間もなく、レアルマドリードの発表があり、その後、 ユベントス FC モロナウドが4年契約で、レアルマドリードから加入することを発表した。遺跡金は、セリー A 史上最高額である1億ユーロで、2年間に、渡り、支払われることも発表した。2017から18シーズンのチャンピオンズリーグで、ゴールをした際にスタンディングオベーションを浴びて、ユベントスサポーターに感銘を受け遺跡を決意したとも、言われている。背番号は、 トレードマークとも言える7番であり、昨シーズン7番を着用していたクアドラードも自身のツイッターで歓迎のメッセージとともに背番号を譲ることを発表した。2018から19シーズン9月24日、第4節のサスオーロ戦で移籍後初ゴールを含む2ゴールを決める活躍を見せた。またこの日の2点目のゴールはリーグ戦におけるキャリア400ゴールとなり、欧州でのリング戦。 通算400ゴール達成は5人目となった。11月24日、第13節のスポール戦では、ユベント史上最速となる公式戦10試合目で2桁得点を記録した。12月2日、第14節のアッコフ・フィオレンティーナ戦でも得点を決め、デビューシーズンで14試合10得点を決めたのは、約60年ぶりとなる快挙となった。二千十九年三月十二日、 チャンピオンズリーグラウンド16アトレティコマドリード戦では敵地でのファーストレグを0から2で敗れており勝ち抜きに少なくとも3点が必要な状況でハットトリックを達成しチームを逆転での準々決勝進出に導いた4月20日セリエ A 第33節に勝利しチームの8連覇に貢献した欧州5大リーグではフつのリオンが7連覇と昨季の優兵が 連覇記録で並んでいたが、新記録を更新した。同年は5試合を残しての史上最速タイの優勝となった。また当シーズンの年間 MVP を受賞した。2019年2019から20シーズン10月1日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのレバー空前戦では、ラウル・ゴンサレスやメッシラと並ぶチャンピオンズリーグ14シーズン連続得点とともに、 カシージャスを超えて、大会最多勝利、ラウルと並んで33の異なるクラブから得点を奪った選手となった。2020年1月6日のカリアリ戦では、ハットトリックを達成、史上2人目の A、西、イの3大リーグにおける、ハットトリック達成者となった。セリエ A 第22節のフィオレンテーナ戦で2ゴールを、決め9試合連続ゴールを達成。 ユベントスの選手としては、トレゼゲ以来の記録となった。第23節エラスベローナ戦では2-1と敗れたが、クラブ新記録となる10試合連続ゴールを決めた。休養で24節を欠場して迎えた2月22日、第25節のスポール戦で、セリエ A 最多連続試合ゴールに並ぶ、11試合連続ゴールを決めた。7月4日のトリノ戦で、 リーグ戦25点目となるゴールを挙げた。ユベントスの選手で、セリエ A の1シーズンで25得点を記録したのは、1960から61シーズンのオマール絞り以来60年ぶりであった。7月20日、第34節のラチオ戦で2ゴールを決め、プレミアリーグ、ラリーが、セリエ A の各国リーグで通算で50ゴール以上を挙げた、史上初の選手となった。 2019から20シーズンは公式戦37得点を記録し、1933から34シーズンにフェリーチェボレルが記録した36得点を超えて、ユベントスの年間最多得点記録を86年ぶりに更新した。またイングランド、スペイン、イタリアのトップリーグでシーズン25点および30点以上を決めた史上初の選手となり、他にも ヨーロッパの5大リーグ初の15シーズン連続で2桁得点を記録、同5大リーグで30ゴール以上を記録した最年長選手、またセリエ A 史上最速で50ゴールを決めるなどといった記録を残した。2020から21シーズン、第2節のローマ戦で2ゴールを挙げ、ヨーロッパ5大リーグで最初に450ゴールを記録した選手となった。 UEFA チャンピオンズリーググループリーグ第5節のディナモキエフ戦でゴールを決め、キャリア通算750ゴールを達成した。2021年初戦となるセリエ A 第15節、ウディネーゼ戦で2得点1アシストで勝利に貢献し、ペレの持つ公式戦通算757得点を超える758得点を記録した。5月12日には、サッソロ戦で得点したことで、 ユベントス史上最速で100ゴールを記録した。これにより、イングランド、スペイン、イタリアの3カ国の異なるクラブと代表で、それぞれ100ゴール以上を記録した、史上初の選手となった。2010年2003年に開催された、トゥーロン国際大会で優勝を果たし、同年8月20日に行われた、カザフスタン戦で、ルイス・フィーゴとの交代で途中出場し、代表デビュー。 ユーロ2004のメンバーに選出され、グループリーグ初戦のギリシャ戦は1-2で敗れたが、代表初ゴールを記録し、2から1で勝利した、準決勝のオランダ戦でもゴールを挙げた。チームは、準優勝し、大会のベストイレブンに選出された。決勝の相手は開幕戦と同じギリシャであり、敗れた際には、一目もはばからず、涙を流し続けた。 同年に開催されたアテネオリンピックにもポルトガル代表として出場した。ワールドカップでは7月1日に行われた準々決勝のイングランド戦ではマンチェスターユナイテッドのチームメイトであったウェイン・ルーニーがリカルド・カルバーリョを踏みつけたとして退場処分となったがルーニーの退場後にロナウドがポルトガルのベンチに向かってウィンクする映像が映し出されたことにより イギリスのメディアは、ロナウドの抗議が、オラシオ・エリソンドの判断に影響を与えたのではないかと推測した。しかし、試合後にロナウドは、ルーニーは友人であるし、退場させるための行動はとっていないと話した。7月4日には、エリソンドが、レッドカードは、ルーニーの反則に対してであって、ロナウドとルーニーの居酒井に対して出したのではないと、話した。 のちのち軽率な発言であったことを弁明しているが、試合内容も含めた、イギリスメディアの過剰な反応に対して、干渉的になってしまった上に、ファンの反感を推察し、所属クラブではもう走れないかもしれないと遺跡を、ほのめかし、スペインのマルカシに、レアルマドリードに遺跡したいと話したと伝えられた。それに対しアレックス・ファーガソンは、ナーバスになっていたローナウドを説得し、 ルーニーとの間のわだかまりを解消するために、カルロス・ケイロスに話をさせた。ロナウドは残留し、2007年4月には、契約を5年延長した。ロナウドは準決勝のフランス戦ではブーイングを浴び、イングランドのファンのインターネット上の行動により、ベストヤングプレイヤー賞の受賞を逃すことになった。インターネットの投票は、選手のノミネートに影響を与えるだけであったが、FIFA の技術委員会は、 ルーカス・ポドルスキに賞を与え、ロナウドの試合中の振る舞いが、その決定の理由の一因になったと話した。22歳の誕生日の2日後の2007年2月7日に、行われたブラジルとの親善試合で初めてキャプテンを、務めた。これは、その試合の2日前に亡くなった、ポルトガルサッカー連盟のカルロス・シルバに、追悼の意を示しての行動であった。これについて、ルイス・フェルペス・コラーリは、 キャプテンを務めるにはあまりに若いが、今は亡きシルバ氏がロナウドをキャプテンにするように、意思表示をしていたと話した。ユーロ2008の予選では、エウゼビウシュスモラレクにつく8ゴールを挙げたが、本大会では1ゴールに終わり、準々決勝でドイツに敗れた。大会後に、カルロス・ケイロスが監督に就任し、新キャプテンに指名された。キャプテンとして望んだ、ワールドカップでは、 グループリーグ初戦のコートジボワール戦、第2戦の北朝鮮戦、第3戦のブラジル戦と3試合連続で、大会選定のマンオブザマッチに選出された。北朝鮮戦では代表では1年4ヶ月ぶり、ワールドカップに大会連続となる得点を挙げた。しかし、決勝トーナメント1回戦で、スペインに0の1で敗れたため、 同大会での得点は、その1ゴールのみに終わった。UEFA ユーロ2012、ドイツ代表戦ユーロ2012では、大会最注目の選手とされたものの、グループリーグ初戦のドイツ戦を0-1と敗戦し、第2戦のデンマーク戦では、決定期を逃し批判の対象となった。しかしグループリーグ第3戦のオランダ戦では2得点を上げて、逆転勝利に貢献し、 マン・オブ・ザ・マッチに選出された。準々決勝のチェコ戦では79分に自身のヘディングでのゴールで、こ着状態を破り、結局そのゴールが決勝点となった。準決勝の相手は、ユーロ2008、2010年 W 杯とビッグトーナメントを2大会連続で制し、また、前回の W 杯では、敗戦を喫したスペインと対戦をすることになる。 0から0で試合は PK 戦へともつれ込むと PK 戦ではロナウドは5番目のキッカーの予定だったが自身に出番が回ってくることなくこの大会を去った同大会3得点は得点ランキング1位体だった10月16日の北アイルランド戦で代表通算100試合出場を達成したことにより欧州サッカー連盟から表彰を受けたルーカス・ポドルスキ クリステンウィーク前に次ぐ史上3番目の若さで通算100試合を達成した。2013年9月6日の北アイルランド戦では代表戦初のハットトリックを達成。このハットトリックで代表通算43得点としエウゼビオを抜いてポルトガル代表歴代2位となった。同年11月15日、11月19日のスウェーデンとのワールドカップ予選プレイオフでは ポルトガルの全4得点を挙げる活躍で、ポルトガルの4大会連続となる、ワールドカップ出場に大きく貢献。セカンドレグでは、ハットトリックを決め代表通算47得点とし、ペドロパウレタに並びポルトガル代表歴代1位体となった。2014年3月5日のカメルーンとの親善試合で2得点を挙げ、単独1位となった。 2014年のワールドカップ本大会では開幕前に故障を抱えていたがグループリーグのアメリカ戦では後半ロスタイムに同点ゴールをアシストする。さらにガーナ戦ではワールドカップ3大会連続得点となる決勝ゴールを挙げ同試合のマンオブザマッチに選出されるもチームはグループリーグで敗退した。2014年11月14日の UEFA ユーロ2016予選、アルメニア戦で決勝点を挙げ、予選と本大会を合わせた UEFA、欧州選手権での通算得点数を23とし、歴代最多得点記録を更新した。UEFA ユーロ2016、フランス代表戦2016年6月14日に行われた UEFA ユーロ2016初戦のアイスランド戦で、 代表通算127試合目の出場となり、フィーゴの持つ最多記録に並んだ。続く6月18日のオーストリア戦にも出場し、記録を更新した。しかしこの試合でロナウドは PK を失敗し、スコアレスドローに終わった。敗れると、ポルトガルの敗退が決まるグループリーグ第3節のハンガリー戦では、ハンガリーにサンドリードを許すも2ゴール1アシストの、 活躍で引き分けに持ち込み、ポルトガルのグループリーグ突破を決めた。7月6日、準決勝のワイールズ戦で1得点1アシストを記録し、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。7月10日、決勝のフランス戦では、前半25分で負傷交代するも、チームは1から0で勝利し、優勝を果たす。自身も、大会を通じて3ゴール、3アシストの結果を残し、 シルバーブーツを受賞。大会のベストイレブンにも選出された。また、同大会のハンガリー戦で、ユーロ本大会17試合目の出場となり、歴代最多記録を更新するとともに、ユーロの4大会で得点を挙げた初の選手となり、準決勝のウェールズ戦での得点により、ミシェル・プラティニの持つユーロ本大会の通算得点記録に並んでいる。 ユーロ2016決勝での負傷から復帰した2016年10月7日のワールドカップ予選、アンドラ戦では代表では初となる1試合4得点を記録した。2017年3月25日のワールドカップ予選、ハンガリー戦では2得点を記録し、自身の代表通算得点数を70に伸ばした。フィファコンフェデレーションズカップ2017では、初戦のメキシコ戦では、 リカルド・クアレスマの先制点をアシストし、続くロシア戦では決勝点を挙げる。ニュージーランド戦では PK で先制点を記録し3試合連続でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。また、ニュージーランド戦での得点により自身の代表通算得点数を75に伸ばし、シャーン・ドル・コッシュに並び欧州歴代2位に浮上した。 2017年8月31日のフェロー初等戦ではハットトリックを記録し代表通算得点数を欧州史上単独2位となる78得点に伸ばした 2018FIFA ワールドカップイラン代表戦2018年6月15日のワールドカップのグループリーグのスペイン戦でハットトリックを達成した33歳130日での ワールドカップハットトリックは史上最年長記録となり、スペイン相手にワールドカップでハットトリックを決めた史上初の選手にもなった。さらに史上4人目となる4大会連続ゴールも記録した。2戦目となるモロッコ戦でも前半4分にコーナーキックにヘディングで合わせて先制点を記録。代表通算得点を85得点とし、 フェレンツ・プスカシュの持つ欧州歴代最多得点記録を更新するとともにあり、大英に次いで代表最多得点記録単独2位となった。決勝トーナメント1回戦のウルグアイ戦では無得点に終わりポルトガルも敗退したが、この試合で足を負傷し交代したウルグアイのエディンソン・カバーニに肩を貸したスポーツマンシップが話題となった。2019年6月5日、 UEFA ネーションズリーグの準決勝でスイス戦でハットトリックを達成し、ポルトガルは6月9日に行われた決勝のオランダ戦にも勝利し、2016年の欧州選手権に続き、ヨーロッパにおける公式な代表タイトルを獲得した。9月10日、UEFA ユーロ2024戦のリトアニア戦では4得点を挙げ、代表通算8度目のハットトリックを達成し、 ユーロ予選での史上最多得点者となったほか、史上初めて異なる40カ国の代表を相手に、ゴールを決めた選手となった。10月14日のウクライナ戦にて、後半27分に、PK で得点を奪い、ヨーゼフ・ビカン、ロマーアリオ、ペレ、プスカシュ、ゲルト・ミュラーに次いで世界のサッカー史上6人目となる、キャリア通算700得点を記録した。2020年9月8日、 UEFA ネーションズリーグのスウェーデン代表戦であり、ダイエーに次いで史上二人目となる代表百得点を達成した。ドリブルを仕掛けるロナウド引き技、シザーズ、切り返し、小抜きなどを組み合わせたドリブルを得意とし、縦へのスピードも持ち合わせる。長身にもかかわらず、ドリブルの重心が低く、ストライドが小さい分足の回転が速いのが特徴であり、スピードの緩急や、 方向転換などの能力も高い。体幹が強いため左右に動いてもバランスを崩さず、背筋が伸びたドリブル姿勢により、ドリブルと同じ歩幅でシュートを放つことができ、さらに広範囲を見渡せるため、ドリブル中でも質の高いパスを送ることができる。ドリブル突破からのクロスも質が高く、高いクロスよりも低くて速いクロスを送る傾向がある。また、両足で、 同レベルのプレーをすることができる。本人はトリッキーなテクニックを織り混ぜることが自分のプレイスタイルであると語っている。走力も非常に高く、スポルティング c p u 所属時は夜になると重りを装着してボールと共にリスボンの街を歩いていたという。マンチェスターユナイテッド時代にはウサインボルトからアドバイスを受けるなどした。ロナウドのシザーアッツフェイントについて 大東文化大学スポーツ科学科准教授の川本隆氏は体、足が一見フェイントをかけた方向に大きくずれたように見えるが実は体の重心がほとんど動いていないこと変動が小さいため次の動きに素早く移れる上半身はほとんど動かさずへそ周りの重心を安定させながらボールを高速でまたいで一瞬相手の体が傾いたところを見て 反対方向に爆発的加速をして抜き去っている。と指摘した。キャリア前半、特に、マンチェスターユナイテッド時代はトリックを織り混ぜた、ドリブラー、ウィンガーとしての色が強かったが、レアルマドリード時代の多くは1対1の局面で、ドリブルで勝負する回数、成功率が減り、ドリブル突破よりも周囲にパスを出し、自らは、エリア内に飛び込むというようなストライカーの経路を、濃くしている。 また、ユベントス FC へ移籍してからは再びスタイルを変え、マリオ・ケンペスや、宮沢・ミシェルはより、チームプレイヤーとしての働きを強めていることを指摘した。フリーキックを蹴るロナウドを切り込んでのシュートや時速 132km にまで、到達するパワフルなシュート、3m 近くまで飛ぶ、打点の高いヘディングなど多彩なゴールパターンを持ち、高い得点力を誇る。 アレックス・ファーガソンは、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドである、ジョージ・ベストの名前を挙げ、ベストは常にピッチを駆け回り、シュートのチャンスを伺っていた。改めて見返すと、クリスティアーノ・ロナウドのシュートシーンにとても似ていると、語った。ディエゴ・マラドーナは、敵陣のすべてのエリアからゴールを決めることができる、ゴール前のプレデターだと評価している。フォーリセッカと呼ばれるキックを得意としていたジジを、 放出とさせる弾道の予測が不可能な、無回転フリーキックを得意としていて、彼の代名詞となっている。その他 PK の名手でもあり、PK の成功率も非常に高い。レアルマドリード移籍後毎シーズン得点を争いをしているが、自身は2010年に行われたアスレチックビルバオ戦後に、ピチチは何も重要じゃない。僕はリーガー優勝のために戦っていると語っており、 同試合では、セルフィオラモスに PK キッカーを譲っている。2015年の UEFA チャンピオンズリーググループステージ最終節、丸目線で4得点を記録し、グループステージ史上最多となる11得点を記録した試合後のインタビューでは、僕が記録を求めているんじゃなく、記録が僕を求めているんだと述べている。腹筋をついたち約300回行っている。 体脂肪率は10%未満。垂直飛びは 79cm と NBA 選手の平均を上回る。2013年2月13日に行われたマンチェスターユナイテッド戦でのヘディングは最高到達点がほぼ 3m に達した。スポーツイラストレーテッドが2014年に行った身体能力的号ランクにおいてバスケットボール選手のレブロン・ジェームズに次ぐ2位に選ばれた。 食生活もストイックに管理して体作りをし、シエスタやジムトレーニング、水泳、ピラティスなどを取り入れて高いプロ意識で体をケアしているため怪我にも強い。33歳時点のメディカルチェックにおいて人年齢より13歳、若い20歳のフィジカルレベルを維持していることが明らかになった。強心臓であり、過去には大舞台に弱いと指摘されたこともあったが、 現在は決勝などの大舞台に滅亡強いことで知られている。スペインシマルカは決勝で絶対失敗しない男と称賛し、レアルマドリードで同僚だったセルヒオ・ラモスは、ロナウドの異常な勝負強さについて、僕たちの7番はこれまで見たことがないタイプのストライカーだよね。彼はすでにレジェンドさ。史上最高の一人と記憶されるだろう。クリスティアーノはチームのキーマンであり、 チームメイトからも大いにリスペクトされているよ、とコメントした。また UEFA ユーロ2016決勝での負傷以降は、ロナウドの年齢を考慮したジネディーヌ次男が、ローテーションを採用し適度に休養が与えられるようになったことで、シーズン終盤戦に、調子のピークが来るような調整が取られている。ポルトガル史上最高のサッカー選手としてエウゼビオと比較されており、 国内アンケートでは72%がロナウドに投票している。また、2015年に行われたポルトガルサッカー連盟設立100周年の祝賀会においてエウゼビオやルイスフィーゴラを抑えて同連盟からポルトガル史上最高の選手に選出された。ロナウドとラウルかつてレアルマドリードでプレーしたジネディーヌ事段はロナウドを努力家と称し、 自身の現役時代よりも優れていると称賛している。ラウル・ゴンサレスもまた、勝利への欲求の高さ、最も早く練習場に現れて最後まで残る姿勢等を称え、今まで見てきた中で最もプロ意識が高い選手の一人であり、真のリーダーと称賛した。カルロアン・チェロッティは、彼のピッチ内外でのプロフェッショナリズムの高さは、想像以上で、少しばかり驚かされた。 模範になるプレイヤーであり、自分が主導した中で最高の選手と語った。ヨハン・クライフはロナウドをマンチェスター・ユナイテッド史上最高の選手と考え、ロナウドはジョージ・ベストやデニス・ローといったマンチェスター・ユナイテッドの歴史における素晴らしい2選手よりも優れていると語った。当のベストもマンチェスター・ユナイテッドでのデビュー戦後、長年にわたって、 第二のジョージ・ベストだと言われた選手は何人かいたが、私がそれを褒め言葉と感じたのは、彼が初めてだと語っている。ボビー・チャールトンもまた、ロナウドのことを、クラブ史上最高の選手とし、ベストとの比較でも、ロナウドの方が速さと強さを兼ね備えていると思っていると語っている,ている。レアル・マドリードの OB であるイヴァン・サモラーノはロナウドを、ゴールによって違いを生み出せる怪物と評した。 以前よりも、利他的となり、チームに好影響を出していると分析し、また2011年11月6日のオサスナ戦で、ロナウドが挙げたヘディングでのゴールについては、現役時代の自分を思い出したとヘディングの名手だった、自分に重ねて、賛辞を送った。ルーニーはロナウドを世界最高の選手と語っている。ペレはロナウドについて、今日の世界最高の選手は、クリスチアーノ・ロナウドだよ。 他の誰よりも継続的に結果を出しているからね。クリスティアーノは現代のアスリート。献身的で自身のやることに愛情を注げる人間にいつだって成功がやってくることを全員に示していると語り、継続性や献身性を評価している。アレッサンドロ・デル・ピエロはロナウドを喫水のセンターフォワードとしてプレーしていながら10番でも、あると得点力と創造性を兼ね、ファンを魅了する。 プレースタイルを評価した。メディアから大舞台に弱いのではないかと指摘されることもあったが、チャンピオンズリーグ決勝やコパデルレイ決勝でゴールを決めている。チャンピオンズリーグ準決勝での最多ゴール記録保持者である。カンプノーで行われたエルクラシコでの連続ゴール記録を樹立している。ワルテル・パンディアーには CA オサスナ時代、ロナウドに対し頭のネジが足りない。 もっと謙虚になるべきなどと発言し、レアル・マドリードは、ロナウドの態度のせいで不当な扱いを受けていると述べた。サッカーの次に、好きなスポーツは卓球。スポルティングのアカデミー時代は、施設2階の卓球チームで腕を磨いており、リオゴリンの卓球ポルトガル代表、ジョアン・モンテーロは、クリスティアーノは、素晴らしい才能を持っていて、彼もプロ選手になれたはずだと語った。 マンチェスターユナイテッド時代、リオファーディナンドに負けると卓球台を購入して2週間練習し、ファーディナンドに勝利したというエピソードがある。大の車好きとしても有名であり、2016年の時点で、レンジローバースポーツ SVR、ロールスロイスゴースト、マセラティグランカブリオ、メルセデスベンツ S65AMG クーペ、ポルシェ911ターボ S。 フェラーリ 599GTO、マクラーレン MP4 から 12C スパイダー、ランボルギーニアベンタドール LP700 から4、ブガッティベイロンスーパースポーツ、ラフェラーリ、フェラーリ 599GTB フィオラノといった多数の高級会社を自宅に揃えていることが判明している。2014年、スペイン最大の保険比較サイト ACIERTO.com によれば、 所有する車の保険代金だけで年間10万ユーロを支出している計算になるという。2020年には世界に0台しかないブバッティチェントディエチを購入したとされ話題になった。多数の高級会社以外にも約42億円のプライベートジェットも所有している。所有しているガルフストリーム G650 の定員は18人であり、自身のシルエットと CR7 の文字が 期待に書か,かれている。また、ロナウドは頻繁にヨットでバカンスを楽しんでおり、レアルマドリード時代はイビサ島やフォルメンテラ島などを訪れていた。2019年には550万ポンドのヨットを購入した。マドリードでのロナウドロナウドはサッカー以外に関しても話題になることが頻繁にあり、特に女性関係でのゴシップは多い。2007年10月には、 アンデルソンや何ら数人を自宅に招き、5人の、小フラといったパーティーの様子を撮影した写真や動画が流出したことで騒動を起こした。2010FIFA ワールドカップ敗退後の7月3日に、自身のツイッターと Facebook にて、息子が誕生し父親となったことを発表したが、母親については、彼女のプライベートを尊重して公表していない。同じく、 彼のエージェントも母親については答えていない。なお、この女性には、口止め料として1200万ユーロが支払われたことが、報じられ、また息子の面倒を見るのは、ロナウドの方であるとも発表している。しかし、2009年オフに、サンディエゴで代理母契約を結んだとも報道されて、おり、口止め料ではなく、 守費義務と面会権の放棄のために1200万ユーロが支払われたとも報じられている。息子は2010年6月17日に生まれ、クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアと名付けられた。ロナウドが2度目の受賞を果たした2013年のフィファ・バロンドール受賞式には、恋人のイリーナだけでなく母や姉たちなど家族と共に、ロナウドに同伴していた。翌年もロナウドは、フィファ・バロンドールを受賞したが、 その受賞式にイリーナの姿はなく、数日後に破局を認めた。長男ジュニアのほか、2017年6月に生まれたマテオ、エヴァと双子の子供に関してそれぞれ母親は公表されていないが、2017年にマドリードで行われたドリッチアンドガンパーナのパーティで出会った恋人、ジョージナ・ロドリゲスの妊娠については自身の子供であると認めた。2014年、ロナウドは タイム誌より世界で最も影響力のある100人に選ばれた。2014年10月、英氏、ミラーは、ロナウドの Facebook のファンの数が1億人を突破したと報じた。2017年11月、アップルツリーコミュニケーションズはロナウドが世界のありとあらゆる有名人の中で最も SNS のフォロワー数が多いセレブだと発表した。 ロナウドの現在のフォロワー数は2億9700万人を超えており、2位にはジャスティン・ビーバー、3位にはテイラー・スウィフトがランクインしている。インスタグラムのフォロワー数は2020年2月現在で2億人を超えており、世界で最も多くのフォロワーを持つ人物である。2014年6月、アメリカの経済誌ホーブスは世界のアスリートの年収を公表した。 ロナウドの年収は8000万ドルであり、サッカー選手としては1位、世界のアスリートの中では、ボクシングのフロイド・メイウェザー・ジュニアに次ぐ2位であった。その後も毎年トップ3に入っており、2016年11月、FOX ニュースなどはロナウドが、スポーツブランドメーカー内記者と総額で1160億円を超える、スポンサー契約を結んだことを発表。2016年、 2017年には2年連続で最も推定年収の高額なスポーツ選手となった。2020年にサッカー選手として初めて生涯収入10億ドル超えを達成した。現役選手の間に生涯収入10億ドル超えを達成したアスリートはタイガーウッズとメイウェザーに続く史上3人目。2017年5月アメリカの ESPN は 世界で最も有名なアスリート100人を発表し、ロナウドは首位に選出された。2015年8月、アメリカのポータルサイト、ルック・ツー・ザ・スターズはロナウドが、世界で最も前期、行いをしたアスリートの第1位に選ばれたと発表した。ロナウドは何年も前から、いろいろな国々や人々を支援しており、脳の手術を必要とする10歳のファンに8万3000ドルを寄付したり、 母国ポルトガルのガンセンターに16万5千ドルの資金提供をしたり、飢餓や肥満、生物多様性などの問題について、自身の名声を使って世界中に訴えかけてきたことなどが主な選出理由とのことである。献血ができなくなるからという理由で、体には入れ墨を一切入れておらず、かつて受けた動機が不純。単に自らの名誉と影響力を拡大したいだけ。言ってしまえば、 賞ににに過ぎななないいいいいととととうう批判に対しし、てては、ははもも他人をを助けるるる。ここがだというなら、僕は永遠にこのを止めるつもりはないと語っているマンチェスターユナイテッド時代の恩師であるアレックス・ファーガソンを父親とし立っており代名詞でもあったシザーズ・フェイントを多用しないなど自身のプレイスタイルを変えるきっかけがファーガソンであったと語っているマンチェスターユナイテッドに加入した当初シミュレーションが 多かったロナウドに対し、紅白戦やミニゲームでのロナウドが受けたファウルを見逃すようコーチに指示していた。レアルマドリード移籍後も、2013年にファーガソンが監督業を引退した際や2018年に脳出血により緊急手術を行った際などにも自身のツイッターにてコメントを寄せている。また、レアルマドリードが2016から17シーズンの UEFA チャンピオンズリーグを優勝した時には、控え室で包容を交わし、マン・オブ・ザ・マッチの盾を手渡すなど良好な関係が続いており、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドを去った後も、頻繁に連絡を取り合っている。ロナウドとメッシ2008年から2017年まで、バロンドールを独占しており、キャリアハイに、レアル・マドリードと FC ・バルセロナというライバルチームで、 AS を務めていたロナウドとリオネル・メッシはしばしばライバルと目されることがある。ロナウドはアイルトン・セナとアラン・プロストを例に出し、間違いなく、メッシは僕をより良い選手にしてくれたし、逆もしかりだ、僕たちは良い関係性を築けている。僕たちはまだ一緒にディナーをしたことはないけど、いつの日かできることを願っているよ、とメッシとは良好なライバル関係であるとした。メッシはロナウドが、 ユベントス FC に移籍したことについて、クリスチアーノがラリーガにいなくて、寂しく思うよ。彼は、ラリーガを偉大なものにしたんだ。彼が僕ら両方をより良い選手にしてくれた。僕らは常に、お互いを追い越そうとしていたよ。と語った。ロナウドが、ユベントスに移籍して、移行初対決となった、UEFA チャンピオンズリーグの、グループリーグ最終節、バルセロナ戦後には、彼とは常に、 親愛の関係にある。ライバルとして見たことはなかった。メディアが作り上げたことだと語った。ロナウドとメッシの誕生日は869日違いだが、彼らの長男も869日違いである。ロナウドの息子はメッシのファンと言われており、メッシの息子もロナウドのファンであるとの憶測もある。故郷であるフンシャルに建てられたロナウドの像スポルティング時代からコーチ陣揃って、 認めるほどの練習の虫で、現在でも居残り練習を積極的に行っている。マンチェスターユナイテッドやレアルマドリードでのチームメイトや、コーチも、その練習での態度を感服している。2007年に来日した際、TBS のスーパーサッカーのインタビューに出演する予定だったが、体調不良によりキャンセルしたためチームメイトのリオファーディナンドが代理を務めた。 ロナウド本人がつたない日本語で謝罪する映像も流れた。2008年にスイスとオーストリアで共同開催されたユーロ2008で LG 電子が実施した欧州の女性1万2000人による最もハンサムな選手の人気投票で1位となる。特にイタリア、ドイツ、スウェーデンからの票が多かったとのこと。故郷フンシャルに自分のファッションブランド CR7 の店を開いている。 二人の姉が経営しており、2008年10月に、リスボンに2号店を開店している。その後もアメリカ人デザイナーのリチャード・チャイと連携し、ブランド、CR7 アンダーウェアや、CR7 シャツをオープンさせた。他にもポルトガル製の靴ブランド、CR7 フットウェアもオープンしている。2009年、レアル・マドリードは、ロナウドの両足に9000万ポンドの保険をかけた。 ロナウドにかかった、破格の遺跡金を無駄にしたくないとの思いから、怪我など予測不能なリスクに備えるためだという。ちなみにロナウドは2008年7月に右足首を手術しており、他にも膝には慢性的な問題を抱えている。2010年2月21日のビジャレアル CF 戦で、直接フリーキックを決め先制点を挙げたが、ロナウドはこのゴールを当時豪雨に見舞われていた故郷の、 マデーラ島に捧げた。この洪水で、おばが家を失い、3月に、いとこのミゲルサントスが、交通事故で死亡した。2011年5月10日のヘタフェ CF 戦では、ロナウドがクリアしたボールが、スタンドの観客に直撃してしまった。観客に怪我はなかったものの、ロナウドは、試合後に、観客のもとへ行き謝罪し、ユニフォームをプレゼントした。また、 2013年7月21日に行われた AFC ボーンマス戦でロナウドが放ったフリーキックは11歳の少年に当たり手首を骨折してしまった。そのお詫びとして自分と他の選手たちのサインが入ったユニフォームを届けた。同年に男子100メートル層、60メートル層のスペイン、記録保持者アンヘルダビド・ロドリゲスと25メートル層勝負をしたことがある。 勝負は直線とジグザグの2本で直線の勝負は3秒31をマークしたロドリゲスに敗れたがジグザグの勝負は6秒35をマークしてロドリゲスに勝利した同年8月にマイアミで行われたチェルシーとのプレシーズンマッチにおいて試合中に乱入してロナウドに抱きついてきた観客のアルバニア人の留学生に対して基礎を取り下げるようフロリダの検察に ロナウドより単願書が届けられた。その単願書を受けた検察は告訴を取り下げた。自らの博物館、ムセウ CR7 オープンの様子2013年12月、生まれ故郷である、フンシャルに、自らの記念博物館である、ムセウ CR7 をオープンさせた。2014年1月に、母国ポルトガルで、アニーバルカバコ、シルバ大統領から、 エンリケ公会王子勲章の上位から3番目である大将校を授与された。これまでサッカー関係者で勲章を受賞したのは王十字章を授与されたエウゼビオとロナウドの2人のみである。2014年12月、地元フンシャルにてロナウドの銅像が披露された。しかし、現地住民からはその出来について批判の声が上がった。2015年ヨーロッパ南天天問題が 新たに発見した銀河にコスモスレッドシフト7と命名、略称は CR7。天文学者のチームはクリスティアーノ・ロナウドにインスパイアされて名付けたことを認めている。2015年8月、ロナウドの代理人でかつてクラブを移籍するにあたって世話になったジョルジュ・メンデスへの結婚に祝いとしてギリシャのとある島をプレゼントしたことが世界的なニュースとなった。島の値段は およそ4億円70億円で、かつてロナウドも、この島に、バカンスで訪れたことがあり、自身が気に入っていた島の一つを親友であるメンデスへ、プレゼントしたとのことである。ポルトガル代表のユーロ2016初優勝後の2016年7月22日、ロナウドの功績を称え、故郷マデイラ島にある、マデイラ空港が、クリスティアーノ・ロナウド国際空港に名称が、 変更されることが決定した。名称が変更された2017年3月29日には、ロナウド自身も、同空港で行われた式典に出席したが、同空港に設置された銅像がロナウドに似ていない、ことが話題となった。2020年時点で、ロナウドのユニフォーム総売上枚数は1360万枚。2位のデイビッド・ベッカムの1020万枚に大きく、差をつけて、 歴史上最も多くのサッカーユニフォームを売り上げた選手である英国の世論調査会社ユガブが発表している世界で最も尊敬されている人物ランキングの男性部門でロナウドが6位に選ばれたアスリートサッカー選手として1位となった2020年10月13日 ポルトガルサッカー連盟はロナウドが新型コロナウイルスの陽性反応が確認されたことを発表した。ポルトガル代表で初となる欧州選手権優勝を祝うロナウドスポルティング CP マンチェスターユナイテッド FC レアルマドリードユベントス2015年1月にサンティアゴベルナベウで2014フィーファーバロンドールをお披露目するロナウド国際サッカー連盟フランスフットボール 国際サッカー連盟、フランスフットボール、国際プロサッカー選手会国際サッカー連盟、国際プロサッカー選手会欧州サッカー、連盟プレミアリーグピーフ LFP セリエヨーロピアン、スポーツメディアその他、ありがとうございます。